ロスガトス中心地ロスガトスはアメリカ合衆国カリフォルニア州北部サンタクララ郡に位置する都市サンフランシスコベエリアに属しサンノゼの南西に位置する人口は3391人ブルームバーグビジネスウィーク誌によるアメリカの裕福な市町村ランキングの33位にランクされているロスガトスは シリコンバレーを構成する都市の一つであり、多くのハイテク企業が立地している。中でも有名なのはネットフリックスでロスガトスに本社を構える。ロスガトスとはスペイン語で猫を意味する。ロスガトスは1850年代中盤、小麦粉メーカーのフォーブスミルが事務所をロスガトスクリーク沿いに建てたことから始まる。現在でもフォーブスミルの二棟の石造りの別館は、 博物館として残っている。ロスガトスの名前は当時の王子主だったスペイン人の名前にちなんで名付けられた。町の設立は1887年で19世紀末まではサンタクルーズへ向かう山道を抜ける前の宿場町として栄えた。20世紀初頭にはロスガトスはアプリコット、ブドウ、プルーンの農業で発展していた。1920年代までに 芸術の中心地として画家、音楽家、作家、俳優、あるいは芸術家気取りの人々がロスガトスの住人として今日構えていた。1950年代初めには三のゼの郊外として開発が始まり、1980年代までにはほとんど開発が終わっている。ロスガトスのダウンタウンは多くの家や建物がビクトリア朝の建築様式で維持されている。 その他にも1880年に建築されたホーブスミルの別館、1920年代に作られたロスガトス高校、1923年に作られたオールドタウン、ショッピングセンターなど歴史的な建造物が多く残されている。ダウンタウンにあるいくつかのレンガ作りの建築物は、1989年のロマプリータ地震により深刻な被害を受けたが、現在では修復されている。 初期のロスガトスにおいては、交通の主役は鉄道であった。19世紀後半にサウスパシフィック、コースト鉄道沿いの油性で石油が出るのを発見している。いずれも結果として、商業的な石油の生産までは至らなかったものの、少量の石油は燃料、潤滑油等の用途で地元住民に利用されていたようである。ロスガトスは、 北緯37度14分10秒整形121度57分42秒北緯3 7 2 3 6 1一度整形121.96167度3 7 2 3 6 1 1十2 1 9 6 1 6 7に位置しているロスガトスの南北をカリフォルニア州ハイウェイ17号線が街の中央を通りカリフォルニア州ハイウェイ85号線は 町の北部を東西に通っている。ダウンタウンは町の南西に位置している。ロスガトスシアター軍の管理するバソナパークと町の管理するオークメドウパークが隣接しており、町のほぼ中央に位置している。公園内にはウィリアム・ビリー・ジョーンズ・ワイルド・キャット鉄道が運行されており、人気を集めている。バソナパーク内にはプルーンリッチへと向かうトレールがあり。 サンタクルーズ山地から流れるロスガトスクリークが公園内を中断し、ハイウェイ17に沿って流れ、グアダルーペ川に合流してサンフランシスコ湾まで至る。ロスガトスクリークトレールでは、ウォーキング、ジョギング、サイクリングが盛んで、レキシントンダムからキャンベル、サンノゼまで行くことができる。ロスガトスを通る、ハイウェイ17号タウンプラザ、 パークアメリカ合衆国国勢調査局のデータによると、街の面積は11.2平方マイルであり、11.1平方マイルが陸地で0.1平方マイルが水面である。ロスガトスの気候はほぼ3のゼと同様で、他のカリフォルニア州の都市同様、地中海性気候に属する。2010年国勢調査によると、ロスガトスの人口は29,413で、 人口密度は2635.7人、平方マイルだった。人種構成は、白人が24060人、アフリカ系アメリカ人が269人、ネイティブアメリカンが86人、アジア人3203人、ポリネシア52人、その他462人であり、ヒスパニック系は2120人であった。世帯数は万世帯であり、 3775世帯は18歳以下の子供のいる世帯であり、6417世帯が子供のいない異性間婚姻関係のある世帯、949世帯は女性の単独世帯、435世帯は男性の単独世帯であった。また551世帯は結婚をしていない異性間の同居世帯、84世帯は同性婚の世帯であった。 人口構成は18歳未満が6567人、18歳から24歳、までが1442人、25歳から44歳、までが6722人、45歳から64歳、までが9417人、65歳以上が5265人であり、年齢の中央値は45歳である。男性92追女性100の割合で、 18歳以上に、限ると、男性88対女性100の割合であった。13,050世帯からなる宅地の住宅密集度は1平方マイルあたり1,169.4世帯で、ある。内訳は、7,778世帯が、自己所有住宅で、4,577が、賃貸住宅である。自己所有住宅の空室率は1.0%と、 なっており、賃貸の空室率は4.5%にとどまる。19,901人が自己所有住宅に住み、9,162人が賃貸住宅に居住している。下記の企業がロスガトスに本社を置いている。2015年6月時点での上位雇用企業、団体は以下の通り。ロスガトス町議会は5人の議員により成り立っている。 5人の議員の内数人が町長を務めている。町長は毎年ローテーションで変わる。ロスガトスはカリフォルニア州議会上院議員選挙においては第15選挙区に州議会会議員選挙においては第24選挙区に属している。また連邦議会会議員選挙においてはロスガトスはカリフォルニア第14選挙区に属している。ロスガトスの公共交通は サンタクララバレー交通局によるバスが運行されており、サンノゼを含むサンタクララ郡の各都市をつないでいる。最も近い空港はサンノゼ国際空港である。ありがとうございます。